ここは京都駅です。10月の平日の昼過ぎです。紅葉シーズンはまだなので、駅はそんなに混んでいないようですね。最近混雑がひどいと話題の嵯峨野線はどんな感じでしょうか。嵯峨野線ホームに着きました。前空いてますというポスター、以前はこのようなものは貼ってなかったですね。前の車両が空いているという案内は昔からありますが、 JR 西日本も表現をだんだんと強めているようです。ホームは報道されているような大混雑といった感じではないですね。この日は水曜日で、沿線の京都鉄道博物館や嵯峨野トロッコ列車はお休みです。何やらホームに手裏剣が散りばめられています。実はこれ、乗客を前へ誘導する秘策で、この秋に忍者が設置されました。観光客と見られる人々が忍者に集まっていますね。作戦は成功のようです。折り返し13時53分発の普通亀岡駅となる列車が8両で入ってきました。車内も報道されているほどの超満員といった感じではないですね。このように嵯峨野線は常に混雑しているわけではないようです。しかし紅葉シーズンとなると、この時間でも大混雑となるかもしれませんね。平日の昼間だから少なかったのか、たまたま偶然この時だけ少なかったのか分かりませんが、定期券利用の通勤通学客とは違い、観光客の利用動向の予測は難しいのでしょうね。 JR 西日本が定期列車を増発したがらない理由の一つには、このような比較的空いている8両編成の列車の存在があるのかもしれません。こんなところに切符がありました。日付を見ると2日前のものでした。大混雑路線とは思えないほど、かなり余裕で座れました。これは8両編成の園部寄りだからということもあるかもしれません。これが4両編成だったら、こんなに余裕では座れませんね。以上、最近話題の京都駅の嵯峨野線の混雑についてお伝えしました。